オリコン芸能ニュースをご覧の皆さん、こんにちは、三浦翔平です。ありがとうございます。はい、その後皆さんお声ください。でしょうか、はい、あなたの綺麗は終わらない。あ、ちょっと先輩待ってくださいよ。三浦翔平さんです。大きな拍手でお迎えください。ようこそお越しくださいました。皆様に一言お願いいたします。ただいまご紹介にお預かりいただきました三浦翔平です。そうですね、こういった化粧品のイメージキャラクターをやられている方が結構いらっしゃる中で、僕で良かったのかなと、素直に嬉しいです。ヘアメイクアップアーティスト小栗こと小倉健一さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは皆様に一言お願いいたします。いやもう三浦君見に来たんじゃない、今日は完全にね。なので僕が一番近くで見せてもらおうかなと。ブログが炎上しちゃうね。思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ちょっと楽して、普通になるというものではなく、ちょっと楽しても綺麗になれる、そしてすごくね、手を加えやすい伸びがいい手法になってました。あとね、匂いがめちゃくちゃいいんですよ。もう爽やかで、ほんと翔平君の匂いみたい。どうですか？書きたくなったよね、みたいな。実はですね、本日はご来場いただきましたお客様に実際にこの商品をここでお試しいただこうと思っております。さて、ただいま抽選箱が出てまいります。スタッフさんお願いします。ということは、ということは、そうです、今からですね、抽選を行いまして、はい、3名の方に三浦さんご本人からデシェルを直接塗ってもらえちゃうプレゼントです。それでは三浦さん、実際に塗っていただけますでしょうか。そこすごい。手を出していただきまして、じゃあちょっと顔が見えるようにね、せっかくですから。はい、これちょっと持ってますよ。私も蓋を持っております。すべてはこちらのために。あら、さあ塗っていただきます。そうね、一回止まってね。さすがです。女性に化粧品を塗るっていう経験ってどうですか？いや、初めてですよね。ないでしょ。どんな感じでしたか、実際やってみて。なんか、なんですかね、変な気持ちですよね。あれ、なんか支えてたのって何を支えたの？結構しっとりするんで、手でちゃんとなじませてくださいって。あ、そういう感じで。別に変なこと支えない。やっぱりその何ですかね、化粧をバッチリっていうよりかはナチュラルの方が好きですけど、やっぱりある程度は美意識を持っていた方が女性の的にはね、いいんじゃないかなとは思うんですけれども、僕やっぱ手ですかね、手と髪の毛ですかね。でも基本的にはかっこよくはいたいですよね。やっぱり表に出る仕事なので、あまりだらしない姿見せたくないですけど。普段からじゃあきっちりしてるんですか？見えないとこではきっちりしないんですけど、見られるとこでは一応きっちりはしてます。すごい大雑把な質問が来ましたね。モテるためにはどうしたらいいのか。でもやっぱり人それぞれだと思いますので、やっぱりね、この絵から冬乾燥の季節になってきますけれども、やっぱり肌のケアはちゃんとしてね、できれば今回のこの商品使っていただいて、綺麗な女性になってほしいと思います。